大井川鉄道のトーマスが遠くて見に行けない。プラレールのトーマスを撮影して我慢します。アマゾンで2345円、結構安い。まずは箱を眺めます。 DVD が入っています。開封。ダメ、絶対。プラレールトーマスが登場する物語、 CG トーマスも出てくるよ。収録時間は32分。トンネルと駅に貼るシール、貼り付け完了。まずはマロンの駅、レンガ町の駅です。トンネル、この部分にシールを貼りました。続いてトーマス、客車の兄、客車のクララベル、曲線レールが8本、直線レールが1本、中央の車輪を下に引いてロックを外します。指で車体の中央を押しフックを外します。このプラレールは炭酸電池を使う。棒の動きが一生懸命動いてる感があって良い。シュポシュポシュポ、閉めるときは車体中央を押して下に押し込みます。連結して走行です。準備 OK。 それでは走行動画をお楽しみください。駅で止めます。逆に回します。発車。
箱に余裕で入ります。まだ何か入れられますね。取っ手を持ってお片付け。プラレール機関車トーマスレーシックセットでした。